あなたが血糖値を下げるためにやっているその方法、実はあまり効果的でないかもしれません。カロリー計算をしてカロリーを減らすとか、週に1回ハードな運動をするとか、そうしたことはそこまで血糖を下げていないかもしれないんですね。今回の動画では今すぐにやるべき血糖を下げるための方法5つをご紹介したいと思います。こんにちは、ドクターアキコです。マインドフル睡眠チャンネルでは、眠れない、痩せない、疲れやすいってお悩みを解決するお手伝いをしています。血糖値を下げるための効果的な方法とは、なんですけども、まず大前提として皆さんにお伝えしたいのは、まあ、知ってるよっていうかもしれませんけども、カロリーじゃなくて糖質が血糖値を上げています。カロリーというのは、糖質、タンパク質、脂質、この3つのエネルギーの総和がカロリーとして表示されるんですね。糖質は 1g 取ったら 4キロカロリー、タンパク質は1g 取ったら4キロカロリー、そして油は 1g 取ったら9キロカロリー。なので油を取れば取るほどカロリーオーバーになってしまうので、カロリー制限をやろうとすると油を控えればカロリーが控えられるということで油抜きがちになっちゃうんです。でもそうすると油の代わりに増えるのは何でしょうか？糖かタンパク質ですよね。糖質というのは非常に取りやすいものですよね。だけどカロリーで考えるのではなくって、糖質の量で考えることによって血糖値はコントロールしやすくなります。そして糖質といえば炭水化物とか甘いものをイメージしがちなんですけども、何気なく飲んでるドリンクにも結構入ってます。よくあるのは野菜ジュースを毎日1本とか2本飲んでる方ですね。野菜が足りないから取らなくちゃ、健康的にならなくちゃということで野菜ジュース毎日飲んでると、1本の野菜ジュース砂糖なしって書いていても 200ml あたり 10g ぐらい糖質が入ってることもありますので、血糖値が上がってるかもしれません。あと缶コーヒーとかもそうですね。微糖って書いてあるからちょっとしか糖入ってないんでしょうと思ってどんどん飲んでると、 185ml ぐらいの小さな缶、微糖って書いてあるもの見てみると実は糖が 4.9g も入ってたんですね。そして飲み物で糖を摂取するということはダダダーっと体に入っていくので、噛むことなく胃の中に入っていくので吸収するスピードが非常に速いんですね。吸収のスピードが速いということは、その分インスリンという物質がドバッと出て血糖値下げようっていう働きをするんですね。インスリンは確かに血糖を下げてくれるんですけども、同時に脂肪を溜め込もうとしてしまって内臓脂肪を増やしてしまうことがあります。そうなるとせっかく血糖値を下げたのに内臓脂肪が増えてしまって、それによってまた糖尿病のリスクが高まってしまうことにつながってしまいます。なので今から5つ方法をご紹介しますが、まずは糖質を減らすという意識を大前提として、主食を取りすぎないとかジュースを飲まないといったことを徹底しつつ、今からご紹介する5つの方法を試していただければと思います。まず1つ目はホエイプロテインを食前に飲むということなんですね。食事の10分前ぐらいにホエイプロテインを水で溶かしてゴクゴクっと飲んでいただきたいんです。これ確実に効きます。まずこのホエイプロテインがなぜいいかと言いますと、腸の中で分泌されるインクレチンというホルモンを出してくれるんです。インクレチンは今注目の物質で、これを使った錠剤とか注射が開発されています。このインクレチンが腸から出るとインスリンの分泌を増やしてくれるので血糖が下がります。さらにグルカゴンという血糖を上げるホルモンを減らしてくれるので、ダブルの効果で血糖値の上昇を抑制してくれるんです。さらにこのインクレチン、食べ物が胃の中に入ったら胃の中から腸まで移動するスピードをゆっくりにしてくれるんですね。なのですぐに胃の中がいっぱいになって、あ、お腹いっぱいだなっていう感じになります。なので食欲を抑えてくれる効果もあるんです。このインクレチンを出してくれるのがホエイプロテインですね。乳製品から作られているプロテインです。大豆プロテインとかもありますけれども、血糖を下げたいなと思うんであれば、食事の10分前ぐらいにこのホエイプロテインを使ったプロテインの粉末を脳みそとかに溶かして飲んでいただくことをお勧めします。ただしこのホエイプロテインに糖分が混ざっているようなものは買わないようにしてください。できるだけシンプルなものを選ばれることをおすすめしています。私が使っているホエイプロテインは2種類あって、1つが生活科学研究会というところの G ピュアというホエイプロテインです。これは牧草牛から作られているホエイプロテインで、質が非常に良いし、味はねそんなにないんですけども、溶けやすくて使いやすいです。もう1つはファインラボというところのホエイプロテインですね。これも牧草牛から作られているし、質の良いものだと思います。2つ目の方法はお味噌汁を最初に飲み干す方法です。お味噌汁みたいなスープを先に食事の一番最初に飲み干すことによってお腹がいっぱいになりますよね。なので必然的にもうそれ以上入る量っていうのが少なくなってくるわけなんです。ご飯と一緒にちょこちょこ飲むよりは最初に全部飲んでしまうというのが大事なポイントです。そしてお味噌汁には具が入ってますよね。具を噛みながら飲む、ここがすごく大事なんですよ。普通の具が入ってないスープでも噛みながら飲めば同じような効果が得られます。
ます。実はこんな研究があるんです。 200ml のスープを 20ml ずつ30秒ごとに10回に分けて飲んでもらったんですね。3つのグループに分けて飲んでもらったんですけども、1つのグループは30秒ごとにただ飲む、2つ目のグループは30秒ごとに口に入れて、それから30秒間口の中にじっと入れておいて、そこからゴクッと飲む方法、そして3つ目のグループは30秒ごとに 20cc 口に入れて、それから噛むんですね。しっかり噛んでから飲み込むっていう方法でやってもらいました。そうするとこの3つ目のグループ代謝が非常に上がってたんですね。代謝が上がったんですけども、この上がった代謝どのぐらい続いたかと言いますと、そのスープを飲み終わって90分間代謝が上がり続けていたんです。血糖値というのは食べたら血糖値がシューッと上がっていって、それがしばらく続いていって2時間ぐらい経ってから下がっていきます。なのでこの最初の90分間で代謝を良くすることによって、血糖値を上げずにいい感じの血糖の状態を保って緩やかにランニングしていくことができるんです。先日私が個人的に健康指導を行った方でこのやり方を試してもらったんですね。3ヶ月間やっていただきました。そうすると5キロ体重が落ちて、非常に悪かった血糖値が正常値になってました。3つ目の方法は7時間寝るという方法です。睡眠時間どのぐらいとってますか？7時間とれてる方意外に少ないじゃないでしょうか。実は人間は7時間から9時間の睡眠が必要と言われています。私はショートスリーパーだからって思うかもしれませんが、ショートスリーパーって人口の 1% 未満しかいらっしゃいません。大多数の方が7時間から9時間必要なんですけども、7時間寝ることによって血糖は下がりやすくなります。これも研究がありまして、6時間未満しか寝ていない人、7時間以上寝ている人で比較すると、7時間以上寝ている人の方が血糖値が下がっていたという結果があります。こうした睡眠時間と血糖値の研究たくさんあるんですけども、最近のものではソウル大学で13万人を対象にした研究ですね。これでも6時間未満の人は血糖値が明らかに上昇していました。この理由としましては、寝ている間に成長ホルモンが分泌されるんですね。成長ホルモンをしっかり分泌させることによって血糖の調整がうまくいきます。そしてしっかり寝ると満腹ホルモンのレプチンが分泌されやすくなりますので、お腹が空いたなっていう感覚をできるだけ味合わずに代謝を上げてくれる、こんな素敵な方法が寝ることなんですね。たった寝るだけで代謝が上がって血糖値が下がるならいいじゃないですか。食後に歩くという方法です。食事の後ってゆっくりしたくなるんですけども、できるだけごちそうさまでしたと箸を置いたらすぐに立って歩いてください。できれば10分ぐらい歩かれると非常に血糖値が下がります。この食後というのが非常に大事なポイントなんです。これも研究がありまして、この研究では毎食後を15分ずつ歩いたグループと1日に1回45分まとめて歩いたグループで比較したんですね。そうすると毎食後歩いたグループの方が明らかに血糖が下がってたんです。10分歩いただけで夕食後の血糖値が 22% も下がったというデータもあります。1分間に100歩のペースがおすすめです。では5つ目です。フリースタイルリブレという血糖測定器を使って血糖を測定してみるということなんです。血糖測定というと病院で血液を取って調べたり、指先に針を刺したりするっていうイメージがあると思うんですけども、最近はですね、こういう丸いセンサーを腕の外側にペタッと貼り付けて、これをスマホで読み込むと血糖値がわかるという仕組みがあるんですね。 Amazon とか通販サイトで購入することができます。これすごいんですよ。この血糖をこまめにチェックすることによって、自分が何を食べたらどのぐらいの血糖が何時ぐらいに上がるのかっていうのをグラフで見ることができるので、これをやってると自然と、あ、これ食べたら血糖が上がるからこっちにしようかなとか、そういうふうに自分で比較をして選ぶ力が身につくんです。あれ食べてくださいよ、あれ食べないでくださいよっていうよりは、自分で選べる取る力を身につける方がよっぽど効果的ですし、身の回りにある食材で試すことができるので、非現実的な食材を勧められたり、大好きなものを我慢しなきゃいけないっていう時にも、フリースタイルリブレで数値を確認することによって行動を選びやすくなってきます。血糖値を下げる5つの方法をまとめますと、食事の前にホエイプロテインを飲む、食事の始めにお味噌汁を飲み干す、7時間寝る、食後にすぐ歩く、フリースタイルリブレで血糖値を測定してみるでした。この動画ちょっと役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。評価ボタンも押していただけると嬉しいです。コメントも全部読んでますので、ぜひお書きください。よろしくお願いします。ドクターあきこ公式 LINE でもお友達になっていただけたら嬉しいです。こちらの公式 LINE ですね、お友達になっていただけますと特典動画をお送りします。セブンアプローチという私が提唱する方法、健康法をお送りします。それから健康に役立つ推しのアイテムをご紹介します。ぜひお友達になっていただければ幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。